はい、皆さんこんにちは、中谷です。4月の18日日曜日にですね、チャプター福岡第2戦に、バックシートで参戦してきました。で、前回音楽館に来たのがですね、 JB 戦の3月の下旬だったんですけども、その時はね、水温が18度あって、まあ、スポーニングも始まってるであろうという状況だったんですけども、今回なんとですね、水温が低いところはもう15度台、高くても17度という、まさかの水温低下が起きていました。で、もう前日のプラクティスでも、まあ、すごいタフな試合になるだろうなっていうのが、自分の中ではあったので、もうこの日はですね、もう巻物とかは投げずに、前日にバイトがあったツインテールリンガー、4.71 のネコーリングと、イモシェイカー、この2本をもうとにかく丁寧に、ルアーを通していくっていうのが自分の中での作戦でした。で、まあこれ今バイトしてますね。で、1本目が釣れるんですけども、これが9時過ぎですね。幸先のいい1本目やったんですけども、この後がなかなかね、バイトを得られなかったんですよね。かなり厳しかったです。で、めちゃめちゃ寒かったです、この日。多分朝はもう気温が一桁台で、北風、ずーっと一日北風が吹いてて、風速が4メーターぐらいでしたかね。結構ザバザバに荒れてて、もうメンタルはかなりやられましたね。むちゃくちゃ寒かったです。これが1200、1300ぐらいですかね。多分オスやと思うんですけど、まあナイスな魚が釣ることできました。卵は持ってないんでね、多分オスやと思うんですけどね。で、まあもう一本諦めずに釣ろうっていうことでやってるんですけども、もうこの場所は上流域なんですけど、終了30分前ぐらいですかね。まあここでもツインテールリンガー、4.7 インチのネコーリングで、ミサイルシンカー32分の1オンスをセットしたネコーリング、カラーは沼秩父ですね。ここもまあ基本的にこの日狙ったのはもう地形が結構ガビガビするようなハードボトムで、まあちょっとした凹凸に引っ掛けては外してみたいな感じでやっていきました。で、これラストですね。まあキーパー 400g ぐらいやったんですけど、まあこれがあるのとないとではね、また順位も変わりますし、一応ネットを使って無事ランディングということで、この日の試合の魚は2本という結果になりました。で、計量ですね。お疲れ様です。まずはまあ魚の健康チェックをして、スタッフの方が丁寧に重量を測ってくれます。チャプターは3本リミットで重量制です。結果 1760g、 6位でした。連れてくれたバスたち、写真を撮っていただきます。お褒めの言葉もいただきました。はい、ありがとうございます。はい、というわけでチャプター第2戦6位でした。